やってやるよ。
ックボクシングを始めたきっかけっていうのは、最初喧嘩とかするのに強くなりたいなと思って始めたんだけど、うん、なんだろう、まあ、そのうちずっと練習やって試合やっていくうちに好きになっていって、まあ、それで自分の好きなことを職業にできたらいい、職業にしたいなと思って、それから本気でやるように思いました。スタイルはやっぱり今まで通り倒すってことを頭に置いて戦っていきたいな、まあ、いかにお客さんを楽しませるかっていう、そうですね、まあ、あとはまああんまり打たれずにやっていきたいな。ボディメーカーとの関係は、まあまあ、いつも練習の時にグローブとかこういうトレーニングウェアとか使わせてもらったり、まあ、あとは、まあ、大阪に来て一緒にカニ食べたりまあ、あとは何だろう、お互いまだまだこれから上を目指して頑張ってるっていう、まあ、そういう共通点もあるし、まあ、そういう感じですかね。キックボクシングとは、まあ、今は仕事ですよね。仕事だし、まあ、一番自分の好きなことだし、まあ、だから、まあ、僕の生活の中心になっているのがキックボクシングで、まあ、それがあるから、まあ、こうやっていろんな他のこともやってるかな。So honey.